韓国のムンジェイン大統領は大統領を辞めた後逮捕されるのか。動画をご覧いただきましてありがとうございます。チンチョウゲでございます。現在ですね、韓国ではですね、大統領選挙が行われています。来月3月にですね、投票が行われると。実際の、就任されるのは5月なんですけどね、3月に大統領選挙が行われると。今現在の状況はですね、進歩系の、与党、その共に民主党のですね、イ・ジェミョン候補とですね、保守系のですね、野党国民の力のですね、ユン・ソクヨルさんという方がですね、争っている状況です。それ以外にもですね、大統領候補というのはいらっしゃるんですけども、現在ですね、ユン・ソクヨルさんがですね、リードをしているという状況になっているわけです。私はですね、昨年末に、この、与党のですね、進歩系のですね、イ・ジェミョンさんというのがですね、大統領になるんではないかと、いう予測をしたんですけども、この1ヶ月ちょっとの間にですね、だいぶ状況が変わって、現在はですね、ユン・ソクヨルさんというのがですね、非常に、有利な状況になっているわけです。このユン・ソクヨルさんという方はですね、もともと検察官の方でいらっしゃいます。昨年までですね、検事総長という、検察のトップをやられた方でいらっしゃるんですけども、ムン・ジェインさんのですね、側近の方々の捜査とかですね、だいぶ行ってですね、逆鱗に触れてしまったようで、いろいろ圧力をかけられてですね、一応自分から辞めたという形になってるんですけど、要はクビになったわけですね。そのような因縁がですね、現在の大統領との間にあるのかなというふうに思うわけです。ご存知かと思いますけどですね、韓国の大統領というのは、大統領を辞めた後、悲惨な目に遭う方が多いわけです。現在のムン・ジェイン大統領の前はですね、パク・クネ大統領という方がいらしたわけですけど、この方はですね、昨年末に釈放されたんですけど、それまでですね、刑務所にいたわけですね。で、その前のですね、大統領のイ・ミョンバクさんという方はですね、この方はまだ刑務所にいらっしゃるという状況です。その前の大統領のですね、ノムヒョンさんという方はですね、この方は逮捕されるんではないかと言われてですね、自ら自殺をしてしまったという状況になっているわけです。このようにですね、韓国の大統領というのはですね、大統領を辞めた後に悲惨な目に遭うと。そしてですね、そのムン・ジェイン大統領というのもですね、その例に漏れずにですね、そういう目に遭うんではないかと。ましてやですね、ユン・ソクヨルさんはですね、検察官でありまして、なおかつムン・ジェイン大統領にクビになった方でいらっしゃいますから、ムン・ジェインさんはですね、非常に悲惨な目に遭うと。そういう面でですね、現在のムン・ジェイン大統領というのはですね、眠れない日を過ごしているんではないのかなというふうに思います。当然ですね、ムン・ジェインさんの側近の方々もですね、眠れない日を過ごしているというふうに思うわけなんですね。ところでですね、このユン・ソクヨルさんがですね、大統領になった暁にはですね、まず第一番に何をやるのかというとですね、それは人事です。先ほど言いましたように、この方は検事総長を、1年ほど前まで検事総長をやっていたんですけども、その時にですね、そのムン・ジェイン大統領のその側近の方々をですね、捜査してたんですね。で、その捜査を行っていた自分の側近の方々がですね、ムン・ジェイン政権によってですね、大量に左遷されてしまったわけです。地方に飛ばされちゃったんですね。で、それでですね、ユン・ソクヨルさんはですね、捜査ができなくなって手足をもがれてしまって、そしてですね、自分の周りに来るのはですね、ムン・ジェインさんの覚えめでたい人間ばっかりの、検察官僚だったんで、ここにいてもしょうがねえやということでですね、大統領選挙に打って出るという形になったんですけども、まずですね、その人たちを呼び戻すでしょうと。自分がやられたのと全く逆ですね。現在の、ムン・ジェインさんに近い人間をどん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 地方に飛ばしていってですね、そして、自分の、そばにいた、自分にですね、近い人間たちをですね、大量にですね、中央に呼び戻すでしょうと。彼らはですね、それまで、そのムン・ジェインさんの側近の人たちをですね、捜査していた方々ですから、それをですね、また復帰させてですね、それを行うでしょうと。そういう人事を行った後にですね、ムン・ジェイン大統領及びその側近の方々ではですね、次々に逮捕されるかと、言うとですね、実はそういうわけにはいかないわけです。これはどういうことかと言いますと、現在のですね、韓国においてはですね、高位拘束者犯罪捜査所という、部署があるわけなんですね。これはムン・ジェイン大統領がですね、肝煎りで、作ったもので、その検察改革の一環として作ったものです。ムン・ジェイン大統領はですね、ご存知の方も多いと思いますけども、もともといわゆる民主化闘争というのをやられていたわけです。その時にですね、検察というのが、権力側ですから、民主化闘争をやっている方はですね、検察が大嫌いなんですね。だから検察の、力というのを弱めるためにこういうような部署を作った。そしてですね、自分が辞めた後もですね、検察がですね、自分を逮捕できないようなですね、状況をしたいということでですね、作ったんだろうなというふうに思うわけです。で、この高位公職者犯罪捜査所っていうのはですね、公捜所とか言いますけども、これはどういう部署かと言いますと、その名の通り、高位公職者、つまり大統領とか国会議員とかですね、そういう偉い方をですね、専門に捜査するところです。
それはですね、ムン・ジェイン大統領にとって都合が悪いんじゃないかというとですね、そうではなくて、現在にやっている所長さんというのはですね、このムン・ジェイン大統領がですね、つけた方なんですね。だからどっちかというと、ムン・ジェイン大統領に近い方でいらっしゃるわけです。そしてですね、この構想書というのはですね、この所長さんがですね、人事権というのをですね、まあ随分持っていて、この中にですね、その、まあ呼ばれる、まあ捜査をしたりですね、検察業務を行ったりする人というのはですね、要はこういう所長さんの、まあ意向が強く働く方が、まあ多くなるわけです。つまり、ムンジェインさんに近い所長さんですから、ムンジェインさんをですね、まあどちらかというと心酔している方がですね、多くなるんですね。端的に言うと、左傾化した組織というふうになるわけです。それゆえにですね、ムン・ジェインさんですね、に対して正当な捜査はしにくいだろうと。で、ヨンソクヨロさんからするとですね、この組織というのは、まあ、目の上の単行部で、まあ、いう非常に邪魔なんですね。で、この組織は、構想書というのはですね、検察が捜査をしようと思っても、相手が高位公職者の場合はですね、ここはですね、うちがやると言ったらですね、それは捜査を引き継がなきゃいけないんです。だからユン・ソクヨルさんはですね、この法律を廃止しようとすると思うんですけども、いずれにせよそれは議会構成が変わらないと。まあ、現在は共に民主党の方々がですね、議会の多数を握ってますから、構成が変わらないとできないわけですね、法律を改正することは。最低でもですね、2年後になります。で、だったらですね、それまでですね、どうするのかというとですね、多分ですね、これはユン・ソクヨルさん側、それ検察側はですね、ムン・ジェインさん及びその側近の方々のですね、いわゆる疑惑というのをですね、リークを繰り返すだろうというふうに思うんですね。まあ先ほど言いましたように、この検察というのはですね、実際疑惑を調べていました。だからネタはあるんですね。ムン・ジェインさんのですね、まあ敵対する保守系のメディアを使ってですね、次々にそれをリークしていくでしょうと。そうするとですね、まあ構想書もですね、捜査せざるを得なくなるわけですね。実際疑惑があるんだったらですね、国民からの突き上げがありますから。例えば、その、最近釈放されたパックネ、前大統領はですね、議会構成上ですね、この方は弾劾されるわけはなかったわけです。しかしですね、実際にはですね、国民がですね、弾劾しろという意見が非常に強かったものですから、弾劾をされてしまったわけですね。このように韓国のですね、国民というのはですね、そういうまあ世論というのがですね、非常にノリがいいわけでして、それがまあ非常に煽り立てるとですね、構想書も動かざるを得なくなるという状況になるわけなんですね。そしてですね、最初の地末に上がるのは、ウルサン市長です。このウルサン市というのはですね、2018年に市長選挙があったんですけど、まあ、その際にですね、大統領府が、そのウルサンのですね、警察を動かして、現職であったですね、保守系の市長さんをですね、まあ、捜査したんですね。それによって支持率を落として、で、当時の新人であったですね、共に民主党系のですね、その、まあ、方をですね、この方は孫チョルホさんと言いますけども、実際にですね、その市長に当選したわけなんです。ちなみにこの孫チョルホさんという方はですね、ムン・ジェイン大統領とですね、お友達であります。で、まあ、この方のですね、再選というのがですね、実は今年のですね、6月になるんですね。先ほど言いましたように、もしユン・ソクヨルさんが大統領になるとするとですね、3月に投票があって、5月に就任します。そしてですね、急いで人事を行ってですね、この孫チョルホさんのですね、まあ、再選を阻止するためにですね、検察をですね、動員されるでしょう。実際にですね、これは捜査をされてますからね、以前に捜査をしていたわけですから、ネタはあるわけです。で、そういうネタをですね、バンバンリークすることによって、この人をですね、牽制をして、で、まあ、落選させるということをやるでしょうね、と。ただですね、それはまだまだプロローグに過ぎません。やっぱりですね、本命というのはムン・ジェイン大統領だと。ムン・ジェイン大統領であるとか、まあ自分にとってですね、非常に敵対してたですね、元法務大臣をやられていた、チュ・ミエさんであるとかね、まあこういうような方々をですね、次から次へとですね、地祭りに上げていくだろうというふうに思うわけです。ユン・ソクヨルさんが大統領になるとですね、ムン・ジェイン大統領をはじめとする、まあ側近の方々がですね、次から次へと地祭りに上げられるというようなですね、状況、そういうようなですね、まあ雄大なショーをですね、日本の地から見られると。いうようなことなんで、それはそれでまた楽しみかなというふうに思います。そのプロローグというのは、今年のですね、6月に行われるですね、ウルサン市長選挙。その時にですね、この孫チョルホさんがですね、いかに地祭りに挙げられるのかというのをですね、今から楽しみにしたいなというふうに思います。そしてそれは先ほどから言ってますように、プロローグにすぎません。本命というのはムン・ジェイン大統領ということをですね、私たちはですね、ぜひ楽しみにしたいなというふうに思います。動画を聞いていただきましてありがとうございます。またですね、下の方にブログ、ツイッター、ラインとつけてあります。登録していただいてありがたいなと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。